こんにちは、ルイです。最近植物用の LED ライトを新しく買いました。この画面の右側に映ってるこのライトですね。これを買って1ヶ月ぐらい経ったので、実際に1ヶ月間使ってみた感想、あとは植物用 LED ライトを使った時の1ヶ月の電気代とか、実際にどれくらいかかるのっていう風に気になる方多いと思うので、こちらの電気代のお話をしたり、植物育成用 LED ライトの中にはいろんな種類があるんですけれども、なんでこの商品を買ったかについてご説明できれば良いかなと思います。まずはこちらの購入品の簡単な紹介についてしたいと思います。私はこちらのライト Amazon で購入しました。価格は3400円でした。こちらの LED ライト、机に取り付けられるタイプでして、ここがクリップになっています。このクリップが結構大きいんですけれども、思ったよりも開くのに力がいります。開いてこんな感じで机に取り付けることができます。机に取り付けたら、こちらをコンセントに差し込むんですけれども、このコードの長さが 114.5cm あります。結構長いので使いやすいんじゃないでしょうか。では実際にこちらのライト、電源をつけてみたいと思います。ここに電源のボタンがありまして、これをつけるとつきます。もう一回つけてみます。こんな感じで一回つけると3つ全部つきます。こんな感じです。こちらのライトは最初1回押すと3つつきます。その後にもう1回押すと一番奥が消えますね。でもう1回押すと真ん中が消えて、最後にもう1回押すと手前が消えます。ライトは3つ、2つ、1つと自由につけることができます。3つつけてもいいですし、一つでもつけられるので、植物の数に応じてライトをつけられるので、結構使い勝手がいいんじゃないかなって思います。今度こちらのプラスのボタンとこのマイナスのボタンについて説明すると、これが光の強さを調節してくれます。光の強さは無段階で調整できるため、 0% から 100% まで調節することができます。こんな感じでライトの光を下げて、こっちで上げることができます。ここでマイナスを使って暗くして、一番下まで暗くすると、このライトがピカピカ光るようになります。でプラスボタンで明るくできます。こっちも同様に一番マックスまで明るくなると、点滅によってもう上がりませんよっていうのをお知らせしてくれるので、まあ、分かりやすいですね。私はいつも一番明るいこの状態で使っています。もう一つこちらのボタンなんですけれども、タイマー機能がついています。こんな感じで一つつけると3時間、3時間タイマーになりまして、もう一つつけると6時間タイマー、もう一回押すと12時間タイマーとなります。例えば12時間に設定したとして、朝の9時に12時間のタイマーを設定すると、夜の21時に勝手に切れるようになります。で1回タイマーをセットすると、翌朝の午前9時になった時にまた勝手にライトがついてくれます。でその後にまた夜21時になりますと勝手に消えるようになります。ただこのタイマーすごく正確なわけじゃないので、使っているうちにどん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 ずれてきますので、たまにタイマーを入れ直して調節してあげると良いです。それでこちらのライト、特徴的なのがこのアームの部分ですね。こちらがくねくね動くので、植物の光を当てたいところにうまく調節しながら当てることができます。ちょっと植物を持ってきます。こんな感じでアームを動かしながら好きな位置に当てられるようになっています。でこの本体のこのライトの大きさについて測ってみたいと思います。9.5cm ぐらい、この光ってる部分ですね、ここは 9.5cm あります。横幅を測ってみると 3.5cm あります。普段の使い方としては3本 LED のライトがあるので、
2本は観葉植物に光を当てています。それで残りの1本は野菜を育てています。今これ3丁育てているんですけれども、ちゃんと順調に育っています。順調に育ってはいるんですけれども、このライト自体が面積が大きくないので、育てられるとしてもこれぐらいの量が限界かなと思います。観葉植物の場合だともう少し数多く育てられるんですけれども、野菜の場合だとより強い光が必要になるので、どうしてもこのライトを近づけなければならないので、近づけるほど光を当てられる範囲が狭くなるので、これぐらいの量が限界かなと思います。実際にこうやって野菜を育てるときに光の明るさが15000ルックスは必要になるので、それなりに近づけないとうまく育ちません。実際に照度計を使ってこのライトの明るさを測ってみたいと思います。これでちょうど今15000ルックスですね。15000ルックスぐらいやると野菜は育ってくれます。観葉植物の場合だともっともっと低くても大丈夫です。最低でも500ルックスぐらい、2、3000ルックスぐらいやるともっともっと成長が早くなります。それでこちらのライトを買った理由についてご説明します。まず机に取り付けられるクリップのタイプが欲しかったからです。3本のアームがついていて使い勝手が良さそうだと思ってこちらにしました。 Amazon で調べてみると、このアームが2本だったり4本のものもあるんですけれども、2本だと少し少ないかなと思って、逆に4本だとちょっとごちゃごちゃしすぎて多いかなと思って間の3本にしました。アーム1本1本がくねくね動くので使いやすいと思ったのが購入の理由ですね。あとは単純にこの商品 Amazon の中で売れていたので安心かなと思ってこちらにしました。以前から使っていたのがこちらの四角いやつ。今回買ったのとは違ってワイヤーをつけて上から吊るすタイプになっています。この LED ライトのパネル自体が結構大きいので広範囲に光を当てられて、野菜を育てるにはこっちの方がいいんじゃないかなと思います。今回買ったやつは野菜も育てられるんですけれども、たくさん育てたい場合でしたらこっちの方がおすすめですかね。光を当てたい観葉植物が多い場合だったらこちらのタイプでもいいんじゃないかなと思います。それでは電気代についてのお話をしたいと思います。こちらのライト3つついている時に 72W 消費しています。1つ 24W ですね。タイマー機能を使って1日12時間設定しています。これを毎日使用しているので月に30日間使用しています。今回の電気代の計算は東京電力の電気料金で計算しています。 1kWh 26.48 円での計算となっております。実際に計算してみると1ヶ月 686.36 円となります。これが1本消して2本にすると1ヶ月の電気料金は 457.57 円です。約450円かかります。1ヶ月間毎日12時間使うと1本230円ぐらいかかります。普段使っているこちらの四角い LED ライトの方は1枚で 40W 使っていて、1日12時間30日使うと381円です。これがうちでは2枚使っています。それらを全部計算すると1300円ぐらいですかね、電気代。そう考えると3つ使っているとさすがにちょっと高いなっていう風に思うんですけれども、まあ1つだったらそこまで高くないかなって感じています。普段はこんな感じで LED ライト使ってます。アームが3つあって2つは観葉植物に当てています。一番奥のライトを使ってサンチュを育てています。サンチュはこんな感じで育てています。先ほど説明した野菜だと1万5000ルクスぐらい必要なんですけれども、単位性のある観葉植物は最低でも500ルクスぐらいは必要で、こちらの LED ライトがないとその光の強さにも届かない状態です。なんですけどこの LED ライトを使ってあげるとサンセベリアだと今1100ルクス当てられています。ポトスは1600ルクス。遠くなるほど光は弱くなるんですけれども、
一番左の折り鶴欄だと800ぐらいレクスが当てられています。単位性があるので800あるだけでも成長は緩やかなんですけれども、これで全然元気に育ちます。個人的には買ってかなり満足しています。クリップタイプで取り付けが簡単なのと、観葉植物全体の光がうちではちょっと足りなかったので、このライトを使って補うことができたので、これで元気に育ってくれているのと、あとは数は少ないですけど野菜も育てられることが分かったので、野菜も育てながら観葉植物も元気に育てられたらいいかなって思っています。この LED ライトを3本同時に使った状態で1ヶ月間使うと、電気代は1ヶ月680円と決して安くはないんですけれども、結構広範囲に光を当てられるので、もしうちみたいにそんなに明るくないけれど観葉植物とか野菜を育てたいっていう方にはおすすめの商品ですかね。ただ野菜よりかは観葉植物の方が向いているかなと思います。野菜を育てるのに向いてるのはやっぱりこっちのプレートの方が向いていると思うので、一応こちらのプレートタイプと今日ご紹介したアーム型のくねくねする方の LED ライト、どちらもこの概要欄にリンク貼っておくので興味ある方はぜひ見てみてください。このチャンネルでは主に水耕栽培で育てた野菜の成長記録だったり育て方を動画にしています。あとはエアプランツだったり観葉植物の動画も出していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。Twitter もやっていますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。何かご質問とかありましたら、コメント欄でお待ちしております。では今日の動画はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。